長いの丸本はいじゃあ次ピルの話ですよねこの話めちゃめちゃ面白いんですよで物語の始めはスイス牛を妊娠させる研究から始まってるんですよこれピルって避妊薬ですよね妊娠させないために飲む薬なんですけどその薬の開発のスタートが牛を妊娠させるっていう全く逆のところから始まってるもうこの時点で面白いっていうのがあるんですけど、まあ、そこから始まるんですよでまあ乳を絞るのに まあ牛乳を出すのに牛を妊娠させるんですね。で、子供が生まれる。で、父が出ると。で、だんだん出なくなってくるんで、まあそうなってくると、速やかにね、そのまた牛を妊娠させないといけないっていう。まあそれが、まあ農家の中で当たり前だったんですね。でそれ繰り返していくと、急に妊娠しなくなるんですって。で、それをある獣医さんに相談したんですよ。うちの牛妊娠しなくなりましたって言ったら、そしたら獣医さんが、あ、はい、そうかいっていうところで、ボスってちょっと手を突っ込んで、 あの体の中にあるなんか黄色い物体があるみたいなんですけどそれを手探りで当ててそれを潰すんですってドンとでそれを潰したらまた妊娠するようになるっていう、まあ、そういったのを地元ではやってたとでそれを研究として発表したんですねでそれを研究するっていうのが増えてきたんです研究分野の中でその牛の応対を調べるっていうのができてきてやっていくとでそしたらその応対の成分が妊娠を させないためにのホルモンを出してるっていうのが分かったんですね。なるほどと。そこでやっとピルト繋がってくるんですよ。で、ただそれ難しいんですよね。そのホルモンを作るのにめちゃめちゃお金がかかって、で、いろいろやるんですけど、ちょっとしかできないっていう。ちょっとしかないとやっぱ研究ができないので、なかなか研究が進まなかったっていうのがバーッと書かれてて、で、やっと工業的に安く作れるよってなるんですよ。で、それによってそのホルモンの研究が一気にブーッと広がるんですね。 で、その広がった中にいる医師が、ピンカスさんっていう一人の医師がいるんですよ。こいつが今回の鍵ですね。ピル開発の鍵、ピンカス。いいんですねで。ピンカスさんってめちゃめちゃ優秀な医者なんですよ。で、この人、世界で初めて体外受精を成功させた人なんですけど、当時、1900年ぐらいですかね、アメリカでは、体外受精になってる論外ですよね。 もう非人道的、何やってんの神冒涜してんのみたいな形で、バッコバッコに叩かれてるピンカスさん。最悪なんですよね。すごいことやって、科学的には本当にすごいことやったんですけど、もうみんなからのバッシングすごくでこむっていう。ただやっぱ研究者なんで、何か研究してないんでずっと探してるんですね。その時、バーッと歩た時に、たまたま出会った人が、サンガーさんっていう。これ看護師なんですけど、まあ、当時、あの女性の社会問題として望まない妊娠っていうのがあったんですよね。 で、それをすごい問題視して持ってたのがサンガさん。看護師さんなんですけど。で、サンガさんはそのアスピリンのように、まあ、飲むだけで否認できるような、そういったものがないかなっていうのを探したんですよ。で、その時にたまたますごい優秀な医者、ピンカさんに会ったんですよね。 で、まあまあ、こいつだったらできるかな、みたいな。で、当時、その、否認すること自体が違法だったんで、大っぴろげに言えないんですよね。そういう薬開発したい、みたいな。言えない。違法に捕まっちゃうんで。でも、ピンカーさんはもう、外物なんですよね。もう、みんなからバッシングを受けて、もう、他の医師とはちょっと立場が弱い、みたいな。なんで、ピンカーさんに相談するんですよ。ピンカーさん、まあ、そういったアスピリンみたいな形で飲める否認薬って作れませんかみたいな。 ピーカーさんんんでるんででるすすけどやっぱ優秀な人な人よねいやいや、私だったらできますよっていう、ただお金があればねっていう、お金があったらできるよっていう、ちょっと自信があるんですよね。で、それで、まあ、サンガさんはまあ普通の看護師なんで、お金は持ってないと。なので、まあ、いろんなことを探すんですよ。いろんなツテを探して、そこ出てくるのが、キャサリンが出てくるんですよね。キャサリンさん、まあ、莫大な資産家、お金持ちみたいな。 で、キャサリンの話もまた面白いんですよね。資産家に嫁いでうんうんかんのみたいなのがあって、キャサリン自体もすごい壮大なストーリーを持ってるんですけど、まあそのキャサリンさんが出てくるんですよ。キャサリンさんが出てきて、私お金出しますよ、みたいな。まあ女性で、やっぱそういったところにお金を使っていきたいっていう資産家だったんで、お金出しますよっていうところで、お金問題ゲットみたいな。で、ピンカーさんとかに持ってくわけじゃないですか、サンさんは。キャサリンからお金もらいましたみたいな。 そしたらピンカスさんは何、何っていう感じだね。で、そこから開発がスタートして、ピンカスさんは本当優秀なんで、作っちゃうんですよ。そういった薬を。ちゃんと作ると。で、そしたら薬を作ったら、次はそれをまあ試さないといけないっていう臨床っていうのがあるんで、臨床試験をしないといけないんですね。その臨床試験にはやっぱ医師の力を借りないといけないんですけど、やっぱこれ違法なんで、誰も手伝ってくれないと。 そこで出てくるのが、ジョン・ロック医師。これ、ピンカスさんの同級生なんですけど、ジョン・ロックさんが登場するんですもうおじいちゃんです。その時はもう67歳、70歳ぐらい。おじいちゃんが登場してきて、わしやるよ、みたいな。出てくるんですよね。で、ジョン・ロックさんもカトリック教なんて、基本的にはその人工的な否認っていうのの否定派なんですけど、やっぱりその社会問題として、女性の、女性の望まない妊娠が貧困を生んでるっていう。なので、神様はやっぱそういう貧困を治ためにはいいんじゃないのかっていう。 ところを、まあ、勝手に思ってたジョン・ロックさん。なので、もう協力しますよと。その女性貧困がなくなるんであれば、神は許す。なので私はその臨床にやりますっていうところで、まあ、臨床をやるんですよね。で、簡単な臨床をやって OK みたいな。次はちょっと大きい臨床をやらないと薬として認められないっていうのがあるんで、その大きな臨床をやるってことをやるんですけど、これがまた大問題なんで、 違法なんですよ。基本的には違法なんで、臨床する場所を貸してくれないんですね。どこも。うち NG、うち NG みたいな。捕まっちゃうからみたいな。もう死刑になっちゃうからみたいな形で、全部 NG なんで、どうしようかって迷った時に、よし。じゃあ、もう、法が及ばないところに行こうっていうところで、プエルトリコ島まで飛ぶんですね。ブワーッと。まあ飛ぶか船かわかんないですけど、プエルトリコ島まで行って、臨床試験をすると。そうして成功するっていう。 え、ね、すごいですよね。で、臨床成功しましたって戻ってくるんですが、そしたら次はもうラストステージですよ、ね。薬を作ると。製薬会社に持ってくんですよ。ただ、違法なんですよ、これ。<laughs> もう違法なんですね。製薬会社も基本的にも NG なんですよ。何言ってるのみたいな。で、しかも製薬会社の取締役とかっていうのは男ばっかなんで、その女性問題が理解できないんですよね。へー、みたいな。 ただ、まあその当時からちょくちょくやっぱその女性問題が社会的にね出てくるっていうのがあって、製薬会社が、にそのさっきの臨床試験を見せたら、なるほどっていう、もうこれすごいねっていう。これだったらできるわ、やるわっていうので、そこで製薬会社をタッグを組んで、やっとピルが完成するっていう。で、その間にもいろんな逸話が入ってくるんですね。一回飲んで、 否認できてでそれな、やめたらまた妊娠できるのかとか、まあ、そういったいろんな不具合みたいな形も不具合とか、まあ、そういったその課題とかも出てくるんですよねその試しながらやっていって本当にピルが完成していくっていう,もうこのストーリーが本当に細かくめちゃめちゃしかもサンガーさんとかピンカーさんとかジョン・ロックさんあとキャサリンとか、まあ、そういった人の話もめちゃめちゃ面白いです個々の話も出てきてめちゃめちゃ面白いっていう。 まあそういった形があるんですよね。なので本書は、まあそういった形で、まあいろんな薬の開発エピソードを結構人に絞って出してくるっていうので、まあこのピル以外にもインシスリンですとか、あのサルバルさんからのペリシリンの開発ですとか、高圧剤、あとはキニーネとか、まあそういったいろんな薬の開発秘話をこういったなんか人のエピソードを含めて面白い形で表現してくる。 まあそういうところがふんだんに入っているので、もう興味持った方はぜひ読んでみてください。はい。まあこれが今回の新薬の仮説の紹介になります。ではまた別の本紹介で会いましょう。長井の丸本でした。